中国の家系に生まれアメリカで育った中国系アメリカ人のフランシスと子供たち。子供をサッカーの試合に送る途中、一人の小さな女の子を発見します。心配した彼女は女の子を助けようとしますが、まさかの展開が待ち受けていました。今回はポストオフィスについて解説を行います。この先ネタバレありで解説を行うため、まだ見ていない方はぜひ本編を見てから先に進んでください。本編はサマンサでご覧いただけます。本作の大きな焦点になっているのは不法移民問題についてです。迷子になっていた一人の小さな女の子は母親と会うことができましたが、警察が要求した身分証明書を所持しておらず逮捕されてしまいました。このことから親子はアメリカに不法滞在していたことがわかります。つまりフランシスの親切心からの行動がきっかけとなり、結果親子を苦しめることになってしまったのです。多文化デーでフランシスは幼獣という言葉が中国語で郵便局の意味であることを聞きます。つまり女の子は母親のいる場所をずっと言っていたということです。もしフランシスがその言葉の意味を知っていたら、警察に連絡することなく母親のもとへ連れて行けたでしょう。フランシスはボランティアに積極的に参加するほど思いやりの気持ちが強いため、人一倍応えるものがあったと思います。本作では不法移民問題に加え、アイデンティティについても焦点を当てています。中国という同じルーツを持つにもかかわらず、言語の壁によって悲劇が起きてしまいました。フランシスの娘が携帯アプリで金髪の加工をしたり、コンビニで停車した際、男性にニーハオと話しかけると急いで窓を閉めようとしたりすることから、アジア系アメリカ人であることにコンプレックスを抱いていたのかもしれません。また車の後部座席にはアリウォンの「ディア・ガールズ」という本が落ちていました。アリウォンはアメリカのコメディアンです。アジア系アメリカ人の彼女の自伝である本をこのような状態にしているところに、フランシス家族のアジア系アメリカ人としてのアイデンティティの確立に困惑しているのが現れているようにも見えます。次に服の色に注目してみると、フランシスは白、娘は赤、息子は青です。これらはアメリカ国旗の色であることがわかります。子供たちが食べていたお菓子のパッケージには、中国を代表する動物のパンダのイラストが描かれていました。アメリカを国籍として持つ家族ですが、ルーツは中国であることを示しているのかもしれません。今回はポストオフィスについて解説を行いました。感想などはぜひコメント欄にお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。